楽天、小郷、浅村のホームランで勝利。勝った。松井より劇場してて草。見事な劇場。これだけ打たれて塁にぎわしても無失点はな。則本、楽しんでいただけたかな。打たれて取る。紙一重すぎるぞ、わら。好きすぎ、わろた。明らかにおかしいな、則本。奇跡があってよかった。則本、あの浅村のゲッツーみたいな。小郷、ありがとう。前世紀天才模擬並みの破壊力や。やっとホームランが見れた。初球先頭打者ホームラン大好き。模擬英五郎のような先頭弾。小郷ちゃん、また一番になってたんだな。立ち上がりに打つなんて奇跡。チームを勇気づけるホームランだったよ。ナイスナイス、浅村。夢みたいな攻撃。あれ、なんか野球が楽しい。俺は夢でも見てるのか。どうぞ、とりあえず足首発注しとく。はい、どうぞ。きたー。浅村、ありがとう。これで村林が救われた。久々やな、これ。これよ、これが見たかったのよ。浅村の日や。銅像の腰まで発注しとこか。やっぱ浅村だよ。浅村大好き。キャプテン、おはようございます。やっぱ浅村のホームランは格別やな。ホームランは全部嬉しいけど、打つべき人が打つとめちゃくちゃ盛り上がる。打った瞬間のホームランってのはマジ気持ちいいね。それ打てるのは好調期浅村と島内だけかね。岸よく7回投げ切った、頑張った。岸様、ありがとうございました。心意気を見せていただきました。岸、無茶すんなよ。今年4度目の先発で初めてホームラン打たれなかった。岸、40近いおじさんが7回1失点なんて素晴らしすぎると思うの。岸、早川義雄よ、俺の背中を見てろ。岸雄二、頑張った。かっこよかったぞ。岸ってずっといるな。いるだけでなく、ずっと安定した成績、長年活躍し続ける選手はすごい。則本、浅村も。弱い弱いと言われてるけど、連敗しないのは大事だからね。